取れた。あ、取れた。あ、こんにちは。こんにちは。お邪魔してます。2時間、2時間で1時間半ぐらい。何の話してましたかね。さあ、みたいな。さあ、ベビーバカマも可愛いことだし。ベビーバカマ、ほら。はい。第2、こんにちは。こんにちは。ありがとうでおじゃる。3ヶ月になりました。苦しゅうないぞ。苦しゅうないぞ。かわいい、かわいい。苦しいぞ。しっかりしてきたね。楽しみやね。ね、笑顔を見せてくれて、あ、笑っとる、笑っとる、いい。この状態で、お宮参り行こうな。いい感じだ。この笑顔でお宮参り行こう。この顔の状態で。で、そうなんです。大げさか。シントスご飯の、はい。ご相談。シントスコハンって青いか、シントスコかあれは。シントスコハン、新食の新食やね。前々からね、騒ぎになってました。まさかの色見本と私の作ったベビーバカマの色が一緒っていう。あれ、意思疎通が。これ奇跡。あれ、なんか見たことある色やなと思った。これやな、さ、同色。好きな色や。そう。あ、好きな色。あ、これ好きな色。この記事送ってないもんね。そう、送ってない。この記事を送ればよかった問題。これが先言ったらこれ送ってましたね。そんなわけやない。まあ、いい色なんですよ。ね、これは、作ろうかなと思ってます。あ、いい色だ、ね。サバなんだ。サビ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 なんだ。何度ね。ね、こっちはちょっとね。ズバリって書いてあるけど、ズバリじゃない。どうズバリだったのか。見ちゃったので、さらにサンプルをしてもらって、これ届いたのは昨日で。おー、そうやってんの。あ、なるほど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 。君木弁とか。うわ、いいね。ベージュとなんかテラコッタ。テラコッタいいね。かわいいですよね。ベージュも新しいね。結構たくさん染めてくれたっていう。何色出すの？3色出そうと思って、これとこれとこれ、うん、ここの色をどうしようかなと思ってて。なるほど、なるほど。ですね、まず難度、濃いか薄いかだよね。ね、どっちもいいんだけど。A かなって言ってますけど、ね。A かなっていう気もするけど、B もいいかな。ちょっとなんか黄色か緑か、黄色みがかってるんですかね。そうだね。B の方がやや落ち着いて、トーン的には暗くなるかなって感じですけどね。A のが白っぽい。これ悩ましいね。でもこのなんか村っぽい感じの染めが目立つの B だね。そう、この感じ。A だとちょっとクリーミーな感じだよね。ちょっと若竹を思い出す色やね。若竹か。本当にね、ちょっとの差なんですけど。でもこれ全体になると結構違うよね。確かに黄みがかってる。黄みがかってる。なんか角度によってグリーン、すごいグリーンに見える。黄みがかるか青がかるかってことだよね。これがビーカーなんで、またちょっとね、若干変わってはくると思うんですけど。そうだね。あれは B ですね。そうだね。B かなーって。これ B ですか？ちょっとこれはやっぱ緑っぽい B、B かなーって。どっちが着やすいかね。もう無難なのは A なんですかね。そうだね。無難なのは A だし、面白みがあるのは B なのかなっていう気はするけど。深い色ですね。深い色。薄い着物の時期に着るから、暗くなって着やすいっていうのはあるけどね。涼しくなって、見た目が。白地の浴衣とか入れたら、結構影になって、明るい日差しの下で涼しく見えるっていうのは
B の方が A より効果はあるかなって、うん、A は透けづらいねっていう、馴染むねっていう感じになると思うけど、うん、どっちかっていうとトスコハのグレー的な存在 B、うんうん、うん、トスコハのグレーがもうこれのちょっと明るい、だよね、このズバリって何なのか分かんないけど出した色見本のああそういうことなのね、重ねると全然ズバリじゃないですズバリって珍しいなというよほど自信があった残しとかにはねズバリちょっとね、私は B の方がいいなと思うな、うん、B でいきましょう、じゃあ B でいきましょう、選べなくてここに来たのなるほど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 、そうそう昨日見てて急に選べんっっそうそうこれこれ選べん、全部いい色やもんね、ベージュどれにすると選べん、まあ、マキエさんの中でね、なんか、うん、こんな色がいいみたいな色出してずっと悩んでたので、うん、なんかどれがいいのって言ってだね、うん、こうなってくるとちょっとわからんもん、ね、こうだよね、あこれが一番茶色に茶色みがかってて、うん、こっちどんどんちょっと白っぽくなっていく感じかな、うんうん、なんかあ、うん、赤っぽさが混ざってくるのかな、うん、そうやね、赤っぽくなってきて、うん、これ赤っぽいね、これは本当に茶色を薄くしたっていう渋い色、うん、アースカラー、ザ・アースカラーって感じ、うんうん、これ私はこれがいいかな、リナはね、うん、コスさんもこれ、うんうん、基本なんかなんていうか、うん、あっちが多分打ち出してくる色のが A で、うん、多分ね A がいいんじゃないかなっていうのを A にしてくるんですよあなるほどね、推しなんだね、だいたい今までも B、うん、C で決まったことがなくてなるほどなるほど、多分推しは A とかなんでしょうねきっとね、なるほど、うん、なるほど、変化が B みたいな、そうそう、このテラコッタも、うん、まあ違うんですけどやっぱこれとこれ2色が違うって感じです、これも、ね、これもこれ A はなんか一色だけちょっと違うみたいなのが A なんですよ。だから、こっちもなんか、どっちかっていうとこっちの方が深い色だから、うん、もしかしたら、何かを足した、出しにくいのかもしれないというか、うん、同じ色をズバリと、かなぁと思ったんですよ、うん。テラコッタは面白いね。こんな明るすぎない色なので、うん、アカネほど明るくないけど、そう、なんかね、全部全体的に色をあの落ち着かせてる、うんうん、なんかもう全色揃ってるので、まあ、結構どっちかっていうと本当に明るい色が多かったから、うん、今回ちょっと落ち着いた色が普段使いっていう感じ、うん、前はなんかどっちかっていうとレースで透けさせたいっていうところが、うん、そうだね、強かったので、うんうん、全部一番濃く出るのはこの子だろうけど、うん、アンゲさん的にはどれですか？私、うん、なんかその茜があるからって思っちゃうから A かなと思って、うん、そうそうそう、私も茜があるから A かな、うんうん、ちょっとオレンジっぽいのが欲しいなと思って、うん、と思ったら A なのかなって、うん、一番オレンジが感じられるのは A だよ ね、うん、そうですね、あとはどっちかと赤い、うんうん、夕焼け系のオレンジ、うん、これちょっと朝もやけというか、うんうん、かわいい、うん、推しの A になっちゃう、推しの A B 選されちゃったみたいな、 B 選んでやろうかと思ったこっち B を選ぼうとしてそれは B だねただ暗い色を1個選んでるから、うん、明るい色とこの本当にあの地味な感じのっていうので、うん、ちょうどバランスがいいんじゃないかな、並べたと、うん、刺繍すんの？します、しようよね、刺繍がしたいんです、何や、そう、猫刺繍の猫をね全部にしちゃおうかなと思ってるんですけど、あ、しよう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 、全部にしよう、全部にしようと思って、全部にしたいし、しようよ、そうなんですよ、で、あ、大丈夫、よっしゃ、
色もどうしようかなっていうのを。そうだね、この間黄色やったもんね、うん、ああそうそう、シワなんか、うん、これにこの色でも可愛いなとか、あそういうあれですね回しちゃうんです、ま、回すんですか、たらい回し、たらい回し、たらい回しにしますか、かもあの、うん、同系で水薄い水色とかでも可愛いし、ああ目立たすか馴染ますか難しいとこですけど、前紫にやってたよね、紫に黄色だったね、うん、目立たせますか、いや難しいね、でもこれはなんかモッタハーさんのその青みたいなのでもいいよね、うん、ああこんな色で、うん、それをすることによってより青々しく見える、うん、青々でもいいかもしれない、うん、青々、何度この人自体がちょっと黄色も入ってるからさ、ピシッと青が入ってもかっこいいかな、うん、ちょっとラピュタ的な感じに、うん、かっこいい縁取りがねかっこよくなるかな、真っ青青系で、うん、真っ青の青いパキッとしたやつを入れても夏林面白いかなって、えあれ多分ね音声で残ってる青パキッとした青青パキッとした青ボイスメモ、ボイスメモです、はい、乗ってきますか、はい、青ベージュが悩ましいね、なんかこれも落ち着いた同系とか白っぽいのとか、うんうん、ベージュの白でもいいけど白猫とか白猫とか青猫、うん、濃い茶色でも可愛いし、ね、ああ濃い茶色も可愛いね、あんまり色を入れなくても可愛くなるのかな、あ同系ですね、同系色です、ね、うん、同系色のちょっと濃い色を入れていくっていう感じが、うん、濃いか薄いか、うん、そうですね、同色か、隠れ猫、隠れ猫何を同じ色で猫したらさ、難しいね、うん、そうだね、なんか違う色を入れるっていうのは結構難しいよね、うん、紫の時はなぜ、まあ、いろんな色を多分刺繍してもらったんよ、そうそうそう、あの時、うん、サンプル機で、うん、まあ、一回同系でやっていただけてもいいかなと思って、ね、うん、こう薄いのでやってもらおうか、うんうんうん、と思います、薄い系、うん、なんかたあれでしょ、卵色みたいな、うんうん、この感じ、あ本当にベージュの薄い、言葉が出てくる語彙力が白茶みたいな、白茶みたいな、真っ白じゃないけど、白茶っていうと今これ一応このクリーム系がこの色だね、うん、あそうだね、このエリーが白茶、うん、これ一応白茶っていう名前があここね、うん、白茶あなた、うん、これを買う人がどう望むかだよね、やっぱりこれを買う人はやっぱりちょっと大人っぽいのがいいのかな、でも袖口見えんし可愛くしたいのかなっていう、なるほど、うん、本当におとなしくしたい人は多分刺繍なし買うと思うんだよね。確かに。それで遊びたい人があり買うやろうなと思うんやったら、ちょっと面白みはあった方がいいんかな。何猫が来るか。青猫。白猫。黒猫。黒猫。三毛猫。三毛猫。混ざった糸のってないもんね。うん、ああ、本当ね。色を 2色作らないと使わないからですね。マーブル糸みたいなのが。ああ、マーブル糸。あれば、それも面白いけどね。あるんすかね、そんな。毛糸ならあるけど、糸ってあるんかね、色が変わる。あんまり見たことないですね。ないよね。あったらね、三毛猫みたいな。うん、ね、したら面白いけど、うん、まあ、多分ないやろうな。ないですね。猫の種類で色を、うんまあ、焦げ茶とかでも締まるよね、ああ焦げ茶でもね、うんまあ、同系なのであ、絶対合うと思いますけど、うん、またオレンジか使ってるけど黄色とか、うん、
同系統でっていうとね、うん、うん、そうね、そっち系は合うやろうなと思う、うん、うん、ポキッとしたこれってね、テラコッタよりよりって感じだけど、でもこんな色でもいいと思うけどね、刺繍が、ここ刺繍、うん、あ、これは合いそうですよね、うん、うん、逆もそうなんですけどね。そう、逆も合うよね。あ、ほなかなった。そうね。こうこうする。こうしましょうか。うん。で、一回作ってみてじゃないかな、うんうん、と思う、うん。それでなんか、うん、うーんってなったら、同系の濃い色にするとか、うん、薄い色にするとか、うんうん。これでいいんじゃないかな。はい。まあ、これ、これで、うーんだったら、すっごい可愛いピンクとかっていう手もあるけどね、ここに。クリーミーなピンク色。可愛い感じに。そうそうそう。これピンクすぎる。ああ。かわいい。あ、そう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 。鶴のピンクのところのみたいな。ちょうどいい。多分ほら、うん。うん。ローズ色、うん、うん。とかも可愛いかな。と思いますね。うん。わう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 ふふふふ、ありがとうございます、ということで、じゃあ猫袖が3種類できて、交互期待で楽しみっすね、泣いております。可愛いですね。よいしょ。寝かされたくない。抱っこが好きなお年頃やね。うーん、うん、うん。可愛い。いいね。よう頑張ってるんだね。もう入んないですね。ね、もう入んなくなったね。もうで。倍ぐらいになりました。あ、そっか。もうお腹にいる時からでかかったけどね。ね。ケイチさんがさ破裂するんじゃないかと思って。そうそうそう。パンパンになる。パンパン。ね。あ、本当だ。お兄ちゃんの顔が浮かぶ。A ちゃんの顔が。A ちゃんの顔が浮かぶ。そう、顔見てて、あれ、A ちゃんと。ね、じっと見てると、あれって。筋肉の使い方とかがちょっと A ちゃんにやっぱり似てる感じが。あと、あと。もう一つ。するね。うん。うん。ふい、ふい。あ、あれですか。あれですね。あ、あれはまあ取らない方がいいです。どうでしょう。取っていい。何あれ。これ。あれ。あれ、あれいいんじゃないですか。あ、いいですか。簡単な作ります。これもね、何年、一年半押しぐらい。呉服さんに、帯のデザインをしてもらって、それと、これ実は木越さんが整えてくださってる。あ、そうなんや。はいはい。うわ、網戸のあれですね。うん、網戸の。そうそうそう。方の井上さんの紋社で、紋社の4寸、うん、あ、紋社でね、シャーの4寸。シャー4寸。で作ってもらったんですけど、まあこれ、猫と鈴っていうデザインで今、進めてます。4寸で、まあこういうデザインで。マジ楽しみ、はいはい。これをね、何色かね。ちょっと言葉を失って、はよう。はい、はよう、はよう。はよう。そう、これ白黒のデザインまでは呉服さんやってもらったんですけど、やっぱ博多の織りがどう出来上がるかみたいなところ。うん、で、井上さんとこの食器でどう柄のデザインが表現できるかっていうところの細かいところを、ちょうど今月の頭、2月に、うん、京都で、井上さんも京都に出張するタイミングがあって。ああ、あの時。あったんですよ。で、それで、で、そこに、ちょうど木越さんも出店してて、ね、3人集まってわーわーいってそこで、あ、はい、ちょっとでこういう風に、まあ、いろんな色を、まあちょっとね、今いろんな、こでも本当にちょっと色数多すぎてあれなんですけど、こういう感じで今作れるよっていうのを色をたくさんね出してて、うわ出してるんですよ。使いやすいやつがいいか、ね、ちょっとあんまりない、あ、これいいねー。この4寸が。うわー、これよくある色。あー、これいいねー。ターコイズっぽいやつとか、
ちょっとね、な、三色ぐらい。茶色、茶色、茶色。茶色、はい、茶色。茶色。どっちか。で、こういうのを、まあ、入れたい。木越さんにやってもらってて。うん、すごいで、贅沢だよね。呉服さんと木越さん。そう、贅沢ですよ。本当正直言うと。まあ、原画、あ、清美さんに原画書いてもらって、それを、まあ、デザイナーさんにやってもらうみたいな感じなんですけど。うんうん、まあ、あの、清美さんの今、もう一個の画伯の原画も、うん、原画っていうか、原画でもないですけど。あれは案だよ。そうそう。原案を、今、清美さんと揉んで、うん、あの、手ぬぐいにしてもらおうとしてるんですけど。清美さん、色に染めてください、ね。いや、でも清美さんね、やっぱ本当僕は喋りして、好きなんですよね。紺っぽいのと、白っぽいのと、うん、わかるわかる。来たんですけど、いやこれどれも可愛いな。実家これ本だけでも選べみたいな。そう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 。いやいやいやね、ちょっと。だってさ、ここにさターコイズいたじゃん。いました。あ、それね。あ、そしたらさ、変わり種をさ、こう茶系にするか、こっちにするかの選択になってくるじゃないですか。そう。まあ、どうなの、白がいるんかなみたいな。私もそれは思ったね。うん、白、なんか、まあ、白みんな、ね、持ってるかなみたいなところがあったりして。うん、なんか使いやすいよ。使いやすいよ。うん、まあ、白黒とかね。うん、まあ、せめてこういうちょっとクリームか、薄いグリーン入ったようなやつとかあるかもしれないけどね。うんうん、いやー、これは悩むね。どれも可愛いから悩むね。うん、これはもう順を追って色を足していくっていう。で、もう、まあまあ型を作るんで。そう、型を、あの、ダメになるほど使う気持ちで、とりあえずの3色を選ぶぐらいの気持ちじゃないと、どれも心がね、痛むね。そうなんですよね。来年はこれにしよっか、みたいな感じで。2025。そう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 。ちょっとずつ、3本ずつ。そう、1個の食器で3色折れるんですよ。3レーン折れるっていうか。4色折れる食器もあるみたいなんですけどね。うん、なんか夏物は結構忙しいんで、うん、まあ、ちょっと3色からスタートしていこうかっていう話になって、3色。何がいいかなって。で、糸作りも井上さんのところで一からやっちゃうんで。おー、そうそう、すごー。弟さんかな、弟さんが糸の染色の方やってて。だって私、ここ3色でもいいぐらいだもん。ここね。ここの、変わり種3色でもいいぐらいだ。あ、いえ、他は全部あるからい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 。ほんと白黄色。あと、エビちゃんやったら、エビちゃんみたいなの着てた。もう全部これでもいいぐらいな。感じだけど、王道はね、コントしてるね、まあね、王道を行かず邪道を行く、王道はもうみたいな、邪の道を行くモタカオみたいな、その方が面白いですけど、白もどこでも売ってるんだよ、違う柄です、白はこちらの井上さんみたいな、まあね、去年一昨年井上さんのシャワーはうちでもなんかずっとやらせてもらったんで、白をたくさんね、手に取ってもらった。案外さ、シャーってさ、黒で回ってるじゃん。ああ、そうそうそう、うん。で、白と黒で回ってるから。キャミラのやつ黒でしたっけ？黒。黒でしたよね。あの、朝の葉の、うん。あれはいいなと思ったんですけど、うん、あれは去年とかお年追ってなかったみたいで。うん、だからさ、結局さ。なるほど。じゃあ、これはって言ったら、よくある色なんだよね。そうですよ。うん。まあ、そこはビビる。そうなんですよ。ビビるんだね。そうそう。まあ、だいたい一食に30本かな。2、30本なんで。売れるよ、売れるよ。じゃあ、変わりだね。攻めるな。攻めるな。そっちの紺色をちょっと見せよう。ちょっともう白選ぶ気ないんだよ。白選ぶ気が、白を選ぶ気が全くなくなってきてるっていう。だから、これ他は今耳がないですけど、まあ、1センチ程度やっぱ1センチから5ミリ程度耳っていうか地の色をやっぱ入れないと使いづらいかなっていうのがあるんで、こんな感じですよね。私この縁がこの色入るのはすごい可愛いと思うんだよね。縁ね、そうなんですか。この端っこじゃなくて端っこってことですか。まあ耳もう一回入ってもいいんだけど、ここに入るのいいよなぁと思う。ああ、これこのデザインでいこうと思ってるんですよ。だから地の色を一応端に持ってきて、うん、ああ、なるほどなるほど。ここにもう一個エビ茶が来るってことだね。そうそうそうなんですよね。
かなと思っている。おいえ。うん。おいえ。まあなんか逆に言うと、縁に来るっていうのは、博多っていうか、あんまりな、うん、ないですよ、多分。ね、いいよ、そこは気にしなくて。うん、っていうか、なんかここが、色が入ってるのがいいなって思ったの。これ、はいはい、白じゃなくて。はいはい、白じゃなくて。白じゃない色でね。うん、入ったら面白いなって。こっちもこれターコイズですもんね、これね。うん、これ両方似た色で多分目に留まったんだと思う。ああ、ね、確かに。ただこれ白だしさ、ちょっと、もうちょっと面白み、ここ黄色入ったらいいねって思う。黄色ね、鈴みたいな。そう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 。そうそうそう。ここに黄色が入るとさ、なんかほら。はいはい。うん、面白いじゃん。面白いね。面白いじゃん。面白いね。うん。まあ、ピンクでもいいけどね。面白いじゃん、入ると。わかりました。うん。そうしましょう。何が？コーン。コーンの中で選んだら、面白みのあるのが、これか、この子か、この子、まあ、まあそうなってきますね。これなんかもう無難すぎて。うん、もう無難すぎて。バッサバッサ。切られてしまう。バッサバッサ。面白くないねって言って。君面白くないねって言って。君面白くないね。採用。はい、採用。そうだね。何が得意なの？そうだね。え、得意ないの？あ、じゃあ採用、ね。採用だね。あ、普通にできる子はいらないんだよって。みんなできるから、君の子がいっぱいいるんだよって。平均点しか取れない子はいらないんだよって。すごいね。ね、こんなシャーのようなのは見たことないから。ね、怖いね。これどっちかだったね。紺色やったら。紺色やったら絶対。ああ、まあそうですね。明るい青に近いのがいいんか、うん、ちょっと暗い色を持ってくるか。うん、でもこれはここが明るいからちょっと白好きな人もこれ選べれるかなっていう気がする。これだと本当にダークな感じになる。うん、うん、でまあさっき清美さんがパッと選んだ3色ですけど、うんうん、この3本並んでたらすごくなんか雰囲気いいよね、うん、雰囲気がいい。でこれをこっち持ってくるとあれ3色どれやったっけって感じになるから、うん、こうなのあそうだね、うん、こうなのかもうこうじゃない気がする。あそうだね、こう、あれ？こう？いや、これでもない。これとこれやったらどっちかな気がする。そうやんね。個人的には。全然違う3色って言ったら、この3色になるんだわね。うん、これなんかね、さっきのあれなんだよ。ポスコハンの色みたいなんだよ。ああ、そうだね。そうだね。なんとなく赤系、うん、青、赤系、ああ、赤系、青系、ね。うん。アスカラーみたいな。そうそう。バランスはいいけどね。うん。うんうんまあ、こう、一個無難な入れるか、てかもう何が無難か分からんけど。守りに入るか。何が守りかも分からんけど。もう全然守りじゃない。ね、全然、この柄自体守りじゃないでいいの。こっち鈴やしね。ちょっとしたところから怒られるよ。ちょっと前の僕だったらビビってたけど。もうバッサバッサと白切っとる場合じゃないでいいよ。かわいいですよね、でもね、どれも。この3色の方が一番さ、雑貨屋さんみたいでかわいいよね。駄菓子じゃないか。かわいくないんだって。いや、まあ、かわいいですよ。今年の3色で攻めたね、この極意。2024。うん、攻めたね。元気な。来年無難に。そう。白コーン作ってくださいって言われたらね。そうだ ね, うね いっぱい原案あるんで白コーンいっぱいあるんで、そうね、いっぱいあるんで全然作れます。いつでも作れますよ。全然そんな普通ののいつでも作れますよ。メルマガでアンケート取ろうかなと思ったけどなくなったね。そうだ ね, うね、薄い色はねたくさんあるもんね。だからそれこそ選ぶの難しいよ。それこそ選ぶの難しくない。起きてた。あ、白？生きてます。生きてる生きてる。あ、これは難しいですよね、だから、ね。難しいよ、そんな。これは難しい。これは間違いなく難しい、うん。それこそアンケート取った方がいい。うん、なんか、買ってくれた人に無難な色を選ぶとしたらどれが良かったって。買ってくれた人にね、うん、次買うならどんな色、無難な色。最初に攻めるんで、みんな。なんで、無難な色、いいですか。ちょっと応援よろしくお願いします。無難な色。え、でも絶対どれも可愛い。ああ、まあね。まあ絶対ない色っすね。うん、競合のない色柄。夏のこの網戸の生地でない色やん、これは全部。まあね、もう、
世の中がみんなユニクロを着る時代になりましたからね、面白い着物作りを。そうですわかりました、はい。あ、でもなんか、マキエさんが言ってたエビちゃんも残っている感じですか、ね、そう、これがね、こう赤っぽい色が欲しい。レンガ色かなこれ。レンガ色。この子はさ、色はすごいさ、昔の奇抜な色だけどさ、ここが白だからさ、割にシンプルにいくからさ、この中で一番シンプルなのこれなんだよ、ね、そうだね、そうですね。もうおかしくなってるけど。そうだね。そうだね。そうだね。みんなそうだね。そうだね。そうね。まあ、だから、これが多分ね、結構色寄せてくれるんですよ。寄せてくれるから、そうね。そうね。そうね。ああ、いいね。いいね。いいね。いいんじゃないですか、似合う似合う。あ、いい、似合う似合う。あ、ちょっとわかりやすい。ちょっと四寸っぽい。あ、それもいいんじゃないですか、マケさん。あ、いいね。これいいんじゃないですか、いいね。いいんじゃないですか、これ。ちょっと同系色にしたいね。あ、でもほら。あ、濃淡があっていい。ちょっと白があって、ちょっとわかりにくくなってる部分あるけど。あ、いいんじゃないですか、いいんじゃないですか、いいじゃない。こうじゃないですか。あ、いいです。いいだすとか、いいだすとか。どうするんですか、一重も作るんですか。いや、一重作れないですよ。一重この柄が出せないんですよね。島しか出せない。島がしか出せないですよ。あ、これもいいね。いいだすな。いいだすな。ちょっと、一回、ちょっと、井上さん、博多と佐賀の唐津にあるんで、佐賀の海苔美味しいよね。あ、そうなんですか。有明やん？あれ、え、あれ違う。いただいたのよ、佐賀の海苔を。はい。めっちゃ美味しかった。なんででしょう、なんでだろう。作ってる。味薄いのよ。味が薄い、うん、しょっぱくないの。へぇ、味付け海苔なんですか、それ。味付け海苔なんだけど、いい味で。へぇ、なんかね、味付け薄いんだよね、こっち。もうなんか、もう、それになってしまいそうな速さで。あ、でもなんか、すごい、親和性が。親和性が取れてます。親和性が。いいですね。いつもこんなノリだった気が、あ、なんか思い出してきました。そういえば。なんかこんな感じだった気がする、今まで。トスコさん来て、突然もうこの帯をするっていう。いやいや。それぞれやらせて。あれ着物でしょうか刺繍もあります、ね、いえ、帯です。あ、意味わかんなくなってきた。もうすごい。お祭りみたいになってきたけど、まあ、はい。いいよね。じゃあ、これだったら作ってもらえるかな、井上さん。これ今なんか、木越さんにオーダーしてた気がするけど、まあいいや。はい。いいや。そうなの？うん。なんか違う色出しをお願いしてたのは、でもあれも、うん。もう、いいかもしれないですね。迷うだけなので、うん。そしたらまた来年になってくるよ。はい、はい、わかりました。ちょっともう、もしもう、木越さんがもう作業されてたら、はい、来年のアンケートで使わせていただくと。木越さんね、夜中の3時とかに、できましたとか言ってくるんで。今すぐ、止めてもいいですよ。でもやってる途中だったら、使うんでっていう。そうそうそう、まあ、言っとかないと、はい。ありがとうございます。なんか、こんな感じの色になりそうなんですけど、皆さんご意見をお伺いしたい。3本欲しいわ。ああ、3本欲しい。3本セットで、みたいな感じになるからな。猫猫セットだよ。猫猫セット。にゃんにゃんにゃん。にゃんにゃんにゃんセット。にゃんにゃんセットだよ。少しお得なにゃんにゃんにゃんセット。帯3本セット。まあでもね、その、あ、全然話変わるけどさ、うん、その今、猫刺繍やるやん、うん、襟の子に。うん、襟にやればいいんじゃないの、ダメなの。袖じゃない。袖もやればいいと思うけど。襟？いや、かゆくなるよ。痒くなるかな。うん、当たるもん。襟って出すと。あ、いやいや、出すとこ、そう、じゃそんな感じ。糸里さんの襟。みたいな。あ、和音さんにやる。あ、和音さんの猫鈴の地模様に、あの、糸里さんの、あ、糸里さんの猫鈴の地模様に、あの、にゃんにゃんにゃんってしたらいいんじゃない。あ、刺繍の入りを作るってこと？あ、刺繍の入りです。新種入りです。鈴の呪文ってあるん？ない。いや、ないっす。だから作んなきゃいけないですけど。マリにしたよマリでいいやん。マリでいいそうです。昨日ハックマリで遊んだ。マリでいいそうです。マリに猫刺繍にしたれよ。そうですね。じゃあ、黄色いね、あの、マリのやつにしてもらおうかな。ああ。黄色い。なるべくこう、呪文立って、で目立つ色にすればさ、はい、
また違った雰囲気になるよ。はい、わかりました。なんか夢に出てきて。まだあったし。色見本、はい、糸里さんが作ってくれた。ああ、そうですよね。まだ採用されてない色があった気がしますね。結局猫巣は作る羽目になりそう。糸里さん結構このねチャットに入ってますからね。多分さんが好きだから、ね、あと蜘蛛のやつとかなんかあの可愛いを作る会の LINE あるじゃないですか。遡るといろんなアイディアが、ね、眠ってるんですよ。なんか蜘蛛のやつとか恐竜のやつとかね。なんか結構あるんだよね。そうね。まりに1年半かかったからな。この、ま、丸やから鈴はその延長で。延長でできそうですけどね。うん、もう丸を作るのには、糸里さんはもうプロ。丸プロ。丸プロで。でも、大変だったんだ。大変ですよ、あれは。打った方がいい。そうですね。じゃあ、まりで遊ぶ猫、なんか。あ、めっちゃ可愛いじゃん。うん。ゴロゴロゴロしてる、ゴロゴロしてる猫。呉服さんに書いてもらう。俺書けないから。これそうだよ。ねえ。まりで遊ぶ猫。いいね。そうしましょう。はい。よかったね。決まったよ、しんちゃん。イェーイ。やったねー。疲れた表情になってますね。あ、もう12時半ですね。はい、意外と。はい。この3つで、はい、じゃあこの3つでって感じですね。 B と A と A、 B と BAA ですね。 BAA です。はい、なんかあったね、そういうバランス取れたね、はい、いい感じ、いい感じ、ね、そうですね。はい、じゃあありがとうございます、はい、今年なんかねすぐできるといいね。そうで大丈夫。20、あ、今ねすごいいい、あ、そうマネージャーに教えてもらったノーションってやつで進捗状況がすごくわかりやすくなってはい、本当にあれすごいね、あれすごかったです。なんか役に立ってよかった、ね、優しいマネージャーのおかげで、はい、よかったね、はい、ありがとうございます。じゃあ進めます。はい、じゃあ皆さん、じゃあ皆さん取れてるのかな。じゃあありがとうございました。久しぶりのトントン亭でした。ありがとうございます。はい、取れとる。あ、もっと。あ、よかった。揺れとる。こちらね。揺れとる。世代感じ。ずれとる。ではチャンネル登録はこちら。お願いします。ありがとうございます。